患者本人であることを確認し、目的を説明して同意を得ます。必要物品を準備して環境を整えます。ベッド周囲のカーテンを閉めるか、部屋のドアを閉め、周知心に配慮し、プライバシーを保護します。ベッドの高さを調節して、看護師が処置しやすい高さにします。